はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、本日、もう引き続き、翔平図の試合後に、ゴルフ紹介の方をやっていくんですけれども、今回ね、ちょっとずつ参加してきてくれている、もう次高校生に上がっちゃう、今中学生の人たちがね、最近参加してくれてるんですけども、その選手の皆さんの、ゴルフ紹介、をしていこうと思います。じゃあ、カイト！嬉しか？はい。クソ生意気やろうね。いや、変わんないです。はい、ということで、中学3年生イルマボーイズの、カイト君に来ていただきました。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあね、早速使ってるグローブを前に出していただいて、はい、じゃあちょっと感じでね、以前もこれだったよね。はい、あとイルマボーイズのグローブ紹介の時に出させていただいたグローブもこちらのザナックスの左の外野手用、はい、なのかな、一応オールラウンドか、オールラウンド、オールラウンドか、のグローブになります。あれからまたちょっと使い込んだね。はい、ちゃんと覚えてるぞ、左のザダックスのホールラウンドだった。あ、最悪です。本気で手でそう思った。お前調子乗んなよっつったよな。いや、調子乗ってないですよ。あ、なんだよ。で、これウェブがネット系のウェブ間にね、切り込み入ってて、そこにも紐が入ってて耐久性も増しているし、一応土手紐も抜かれてるのか、全体的に柔らかく使えるグローブとなってますね。はい、で、もう思いっきり小指と親指が思いっきりつくような、がっちりと掴むような型をしてます。これは一応公式用なんだよね。公式用。すごい張り残ってるね。本当に練習してたかお前。いや、ちゃんと磨いてるんで。磨いてるとか。まあ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 。だから皮がいいんすよ。そうだね。これはね、それはすごい思った。しっとりとした皮してて、まあ、こうやって見ると分かるかな。本当にね、ツヤもすごい出てて、これに関しては本当にお手入れちゃんとしてたんだなっていうのがね、伝わってくる。何にやけてんの。ちゃんとしてたんで。お前だよ。てか、うわー、こいつにヘアバンドあげたのに全然使ってくんねえじゃん。いや、使ってます。昨日使って洗っちゃいました。ああ、そういうことかよ。本当にね、もうインスタの DM がひどいからね。いや、そんなでもないっすよ。そんなでもない。もうすげえ連投してくるから、LINE もだけど、こいつーとか思ってるけど。高校でも、最初はとりあえずこれかな。そうっすね。まあまあ、いずれは多分ね、高校でやるっていうのも聞いてるから。で、高校で行った時に、まだその時に最初はこれ使って、どんどん多分外野やるよね。はい、やりたいって言うよね、どうせ。はい、まあ、その時にまた外野を買うとは思うんですけども、高校行ったらこんな選手になりたいっていうのある？今の中学生たちに、うん、まあ、ちっちゃい子とかもいると思うんで、うんうん、ちっちゃくても上手くなれるよみたいなのは言いたいです。まあまあね、本当にね、あのいやらしいバッティングするし、最近すごい見てて思うし、で足も速いじゃん。だからね、ぜひそういう風な選手になってもらって、どん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 有名になったりとかして、おー頑張ってるなってこっちで思えるような選手になっていってください。はい、はい、じゃあグローブも紹介ありがとうね。はい、引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ大介君に来ていただきました。はい、本日とか先月か、はい、とかいろいろありがとうございます。ナイスピッチングです。ありがとうございます。本当に大人たちがここまでかってくらい抑えられてるからね。はい、さすがですね。で、今中学3年生軟式だよね。はい、そうです。で、ちょっと使ってるグローブいいですか。はい、はい、感じですね。はい、三つ輪タイガーのこれはオールラウンドなのかな。あ、そうです。ちょっと今時にしたらさ、このウェブ珍しいよね。珍しいです。 T ネットのウェブって確かに珍しいなって思うので、これね、もともと赤星選手とか確か、あ、そうです、そう、こういうウェブ使ってたりとかして。あ、でも T ネット今外野手用とか T ネットか、なんかでもここまでがっつりとしたのじゃない気もするから、はい、確かに珍しいなって思う。土手の閉じ方っていうか、閉じ方がちょっと独特だなっていうのもありますし。で、これは中学3年間使ってたけど。あ、そうです。うん、小学校の一番もう11月とか、小学校6年生の時にも買って早めに買って、はいはいはい、はい、11月頃から使ってた。鳴らして、どんどん鳴らしてって、軟式用でよく3年使えたね。はい、大丈夫でしょう。あの、だって今さ、部活も普通にたまに休みあんのか。あ、でもそうですね。俺らの時部活にすごい減ってるとはいえ、まあほぼ毎日あるような、ほぼ毎日ありますってことは、三つ葉タイガーって耐久性いいんだね。はい、またベルト部分もね、デザイン入っててかっこいい。はい、なるほど。ピッチャー別でアウトラウンドだから、他のポジション守る時はこれで。あ、そうです。外野内野外野どっちもこれでやってて、はい、こだわりとか特徴とかってある？こだわりはこの中の色を出すように、はいはいはい、ワックスを、うんうん、畠山の、はいはいはい、グラブワックス。あ、そうです。それを使うようにして、うんうん、色を出しましょう。なるほどね。あれね、色も出るし、はい、色落ちがしないっていうのか。そうです。しないし、あのしっかりとね、グリップ力もあるから、はい、くっついてくる。そう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 。また塗りすぎは注意だからね。はい、本当に味のあるいいグローブだなと思います。じゃあちょっとさっき言ってたピッチャー用も紹介してもらっていい？はい、はい、じゃあね、ピッチャー用のグローブなんですけど、こちらですね、グローバルエリート H セレクションピッチャー用ですね。これなんかウェブめちゃくちゃかっけえな。はい、これがなん
なんだけど、なんかただのオレンジじゃないんだよね。レッドでもないし、はい、なんか色あるんだよね。はい、ありました。ちょっとど忘れちゃったわ。ラディッシュか。あら、そう、なんかそうだそうだそうだ。すごいな、これもまたツヤが。こっちから見たらね、もう反射してて目眩しいんだわ、これ。そのぐらいツヤがあるような感じで、はい、がっつりもう思いっきり握りつぶしてるんだよね。はい、ポケットめちゃくちゃ深い。だから結構ね、本当に多彩な変化球を投げてて、はい、なんだっけ、まっすぐ、スライダー、カーブ、ツーシーム、シンカー、シンカーがしかもまたスプリット風に落ちるじゃん、はい、ちょっと挟んでると思うんだけど、はい、そういうのも、まあ、この深いポケットだったら、まあ、さすがに中学生でね、あ、ここの握りがこうだって分かる人はいないと思うけど、はい、単純にこっちの気持ちとしてポケット内での握り替えがすごいしやすいと思う。あ、はい、じゃない。確かにそうです。まあ、見られる見られないじゃなくて、自分の安心感が握り替えのすごいできそうだなっていうようなグローブですね。軽いね、やっぱ。これ逆にあんま磨いてないでしょ。あんま磨いてないです。あの汚れとか、はい、ホコリ落として、とりあえずあのブラシでやって、うん、だよね。だからね、はい、重さは実際感じない、はい、まあ、グローブでエリートだからっていうのもあるんだけれども、はい、そういったところで言うと、まあ、グローブの使い方がすごい分かってるなって思いますね。ありがとうございます。張りもすごいんだけれども、しっとり感はある。磨いてないにしてもしっとり感、革の良さっていうのが、はい、やっぱ H セレクショングローバルエリートだから出てるのかなっていうのはすごいありますね、はい、なるほどね。守備がとてもしやすいです。おー、まあそれ柔らかいし、はい、深いから取ったら入ってくる。そう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 、はい、まあ、フィールディングにも特化したようなグローブですね。はい、ありがとうございます。なんかこだわりは。こだわりは特に。あ、逆にそんなない。投げやすいですか。投げやすいです。まあ横型だからね。ここがそうそうそう、はい、入り込みやすいように横になってるっていうのがあるので。そうです。まあ、それはいい球投げれるわ。あんなね、高校でも楽しみだわ。高校、はい、やる。やります。おお。ちなみに言わなくていいけど、進路は決まってる。ほぼ。うん、一応受験はあるんですけど。ってことは、まあ、じゃあ高校でもピッチャーやりたいかなって。いや、やりたくないの。はい、な、や、野手で。おお。でもやってたはやったんだよね、中学校の時に。あ、逆にピッチャーでした。それをもう野手専念して、はい、すごいな。それもそれで。高校ではどういった選手になりたいとかってあります？自分はショートやりたくて、うんうんうん、でそのショートの源田選手を目標にしていて、バッティングでも、まあ、コンパクトな打ち方を真似したり、単打を意識して頑張ったり、それに守備でもやっぱりその滑らかなステップ。そうね、はい、なんか流れるようなプレーするもんね、源田選手。ワンテンポで投げれるようにしたいなって思ってます。うんうん、やっぱ埼玉県民だからライオンズ選手が好きなので、はい、そうです。すごいなってことは、まあ僕の中だとやっぱずっと戦ってきたポジションで、はい、やるのが一番レギュラーに近づく道かなと思うんだけど、はい、そういうところをね、あえて外れて、はい、それでもやっぱ憧れの選手とか憧れのポジションに向けて頑張っていくっていうのはすごい志高いことだと思うので、はい、ぜひぜひ他の経験者にも負けずに、はい、ぜひショートのレギュラーを高校で勝ち取ってもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあね、来年以降もぜひ野球続けて頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、本日は翔平寺にね、対外試合とかも含めて、この前の入橋選抜かでも活躍してくれましたし、今日の、紅白戦でも活躍してくれました中学生お二人の、グローブ紹介の方させていただきました。ね、あの二人とも高校に入って、ぜひぜひ野球続けて頑張ってもらいたいなと思いますので、こちらの皆さんもぜひお二人の応援をよろしくお願いいたします。お二人が活躍した、入橋選抜の動画だったりとかは概要欄からぜひチェックの方お願いします。で、ちょっと今日の試合もね、前後どうなってるか分かんないですけども、お二人まだ元気よく、野球をやっているので、そちらの動画公開され次第、バーもされてたら、そちらの方もぜひチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。